チャオ、あっちゃんです。今日11月の、18日、あっちゃんちの晩ご飯、お刺身しようかなと思って、糸寄り鯛とイカを買ってきました。糸寄り鯛とマイカ、お刺身に来ていたいと思います。今回もね、大葉がちっちゃくてね、いいのがなかった。子供はまあ大葉食べんからいいんだけどね、まあ、ちゃん大葉あった方がいいし、ね、でもね、切っといたら食べるときもあるし、ね、でも分からんね。前切ったんかな、適当に掴んで切ったからわからないんだけど、4枚ほどか、よし、5枚かな、5枚やな、真ん中行こうか、こう行こうか。よし、ではね、よし、まず糸寄り鯛からいこうか。2台のこれ背中身、こういうのね、すっごい切りやすい。行こうかな、行こうか、こうやな、こうやな、で、こうやな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、糸寄り鯛を並べて、ちょっと一番長いのね、
で糸ユリダイの背中、炙りゾーンです。炙りをこの辺で、トリミングしたやつ、うまなんで崩れるの？なんで崩れるの？
して、なんで取れる、ここが歯ごたえのイカ刺しゾーン落としちゃった。食べよう。うまっ、おいしい。よし、これで完成です。はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯の、イカと人よりのお刺身引いてみました。はい、ということで、あとイカ炒めを、はい、鶏にしようか、イカにします。足らんかったらまた作るわ。しんどらってった。シュフライパンに、イカの綿以外を入れます。これ綿ね、これ以外を入れます。で、塩。塩を適当に振ります。後でまた味付けするから、ね、これでいいや。火にかけます。炒めていきます。油じゃない、油入れます。ちょっと入れないか、油ちょっと入れます。あー、これで炒めていきます。生だったらやるからね、これ全然ダメなの。熱入りすぎて硬いだけだからね。でここにね、イカワタを挟んでちょっとピンとつけていきます。
まあ、それでね、イカのマイカの、イカスミレア炒め、おいしい、めっちゃやばいこれ。